札幌市交通局8500系電車は、札幌市交通局が1985年に導入した札幌市電の路面電車車両である。1985年、700系を機会のため20年ぶりの申請者として、登場、同5月13日から運行を開始した。路面電車での実用例としては、熊本市電8200型に次いで2番目となる、VVVF インバータ制御。 誘導モーターを採用した。駆動方式は札幌市電発のカルダン式となり、回正ブレーキ、シェブロン台車なども採用した。接客設備では、ステップの3段下、ラインデリア、前面大型方向膜、側面方向膜などが新たに採用された。前扉は a 8 1 0系以来の折り戸となった。図書区はクリーム地にグリーン濃淡の帯とした。 702号、703号が代替で廃車となっている。積雪地である当地の事情に鑑み、1980年代に各地に登場した軽快電車と異なり、機械的ブレーキには、ディスクブレーキではなく踏みずらブレーキを、ブレーキ周には、炭素配合の特殊中鉄製輪号を、またマスコンも縦軸ツインレパー式のツーハンドルを、採用している。また、降雪時には、 弱いブレーキをかけながら立行しなければならない場合が生じることから当初の制度優先の使用から後に立行優先に改められている。2018年には RCT サイリスタインバーターが老朽化したことからイグブト VVVF インバーターに更新した。1985年3月に8501号8502号が川崎重工で製造された。 車体回収8502号2015年9月現在、8502号がロッテガーナミルクチョコレートの全面広告車両となっている。また8501号は2008年1月頃まで、セデスの2010年頃までビッグの全面広告車両だった。ありがとうございます。